はい、どうもオロチです。よろしくお願いします。復活の F やっていきましょう、のんびりやっていきますか。今日も目標が欲しいよね。目標が欲しい。まあなんだろう、例えばアナウンサーと出会うということを目標にやってきて、西川選手って春樹選手かな、日ハム勢すごいね、こう見るとね。あ、山川くんホームラン頑張ってますね。おお、うん、大したいでしょ。ちょっと待って、和田選手ってソフトバンクの和田選手かな、なんだって。ちょっと待って、いや藤村から成績より和田選手がクローザーやってるってことかな。ちょっとそこが見たいですね。投手ランキングでいいかな。セーブ数で、あー和田選手クローザーやってんだね。どうしようかな、どっか行きますか。あ、そうだ、なんだっけ、前回出会ったあきちゃん、あの子出会いてえな。どうすりゃいいんだ、もう一回合コンか、もう一回合コン入れるか。よっ、合コン開いてくれ。よし、アナウンサーと出会ってイチャイチャしたいっていう目標があってやってたけども、それもなくなってしまって、まあすごくこうチューブラリンな感じなんだよね。何かこう目標が欲しいなと。このままだったらね、藤村君4年目にして、今これ3年目でしょ、来季引退なるからね、なってしまうから。藤村君それはなんだって。バーンズ、うん、いい名前だ。お出かけしましょうか。そうだね、どこ行こっかな。ピーナッツあえや、お食べる。ピーナッツあえってなんだ俺食べたことあるのかな。お、よし頑張ろう。まあちょっとね、なんか目標みたいなものを失ってる状況ではあるんですけども、しっかりとね成績は残し続けましょう。おう、なりきりですね。はい、頑張ります。よし、何かねこうあれだよね、M っ気のある企画をやりたいなとかも考えてはいる。お待たせいたしました。 QVC マリンフィールドです。1回の裏、よし頑張りましょう。先頭バッターはナッチ、見逃し三振。ファイターズ先制のピンチを迎えました。振ってくれるかな、インコース。第5球投げた、スライダーボール、カウントは3ボール2ストライク、投げました、流し打ち、進塁させてしまいましたね。まあしゃあないですね。さあ先制のピンチで迎えるバッターは細谷。ファイターズここは外野フライも避けたい場面です。投げました、打った、ファール。第3球を投げました、直球ストライク、インハイエール、伸びのあるストレート、あー打たれたね。三塁ランナーホームに帰ってくる、ホームイン、マリン1点先制、1対0。ああいう送球はカットできないのか。なおもピンチが続きます。ラバッチやばい、2失点、わー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 わわ。ファイターズ1点差に届かず敗れました。負けがついてしまいました。とうとうついたねなんかやっとついたなぐらいだよね。もう行きましょう。まずいね藤村くん、チューブラリンですね。
大谷選手すごいですね、ピッチャーとしても、目標か、お出かけしましょうか。待って、なんかあんま出かけたくねえなあんま出かけたくねえな、休養するべ。何か欲しい、本当に 何かがないときつい。今度は出かけましょう。そうですね、商店街行きますか。これまたあれかな、ブラブラ歩く。何もなし、あり。お、来た。おー、来た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 。あっちゃん来たよ。またお会いしましたね。秋のこと覚えてますか。もちろん。藤村くん、服選んでもらえるって。お、赤いパーカーいいですね。そう？おーいいね。お、これこの先ずっと赤いパーカー？いやーもういいわもういいよ、ごめん奥へ、タイミング悪かったな。藤村くん何色のパーカーで過ごすことなんだろう。赤色のパーカーで過ごしてくれればいいんだけどな。デートしましょうか、あきちゃんと。18歳、そっか、若いな若いな、なんか考えちゃう。ん？俺今どこから電話したのかな。北海道で電話してる。北海道だよね。ってことは、お出かけで商店街に行かなきゃいけないことか。ブラブラ歩くでいいと思うね。おこの後に、おー、OKOKOK、 おしゃれだね、あきちゃんね。なんか服いつも違う気がする。わあすごい頑張ってるじゃん。うん、なんかちょっといい女っぽい雰囲気ですよね。とりあえずあきちゃん狙うか。なんかあれですね、こう電話してどうこうっていう感じじゃなくて、お出かけしないとっていうところがなんかあれですね、他の女性キャラと違ってなんかいいですね、面白いですね。まずは1回の表、トップバッターは茂木、投げました、打った、流し打ち、レア、うわうまい、ナイバッチ、茂木ナイスバッティングです。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。投げました、ボール、これはわずかに外れています。カウントは2ボール2ストライク、投球ボール、ボールを2塁へ送った、判定はボール。今のストライクゾーン入れたつもりだったんだけどな。投げた、低めのボール引っ掛けた、やべやべえ、ノーアウトだぞ。いいバッティングを見せました、ファイターズ。なおもピンチが続きます。このボールも空振り、投球はこれから3球目、打ちました、ライトへ上がって、これは犠牲フライ、クシュ、立ち上がったらホームへ向かう。これ今大谷さんでしょう。一塁三塁変わりません。ライト助かったね。投げた、空振り、オッケーオッケーオッケー。いや今限りなくフォークがねもう生命線だね。投げた、ボール、カウントは3ボール2ストライク、うわやられたね、やられたね。ボールは中継、厳しい。イーグルス、まずは1点先制、1対0。あれかい、目標を失った藤村君は厳しい感じかい。ここはなんとかしのぎたい。ワンアウトランナー1塁3塁という場面でデゲーロ、今日はライトフライト、打ちました、ショートゴロ、ゲッツーになるか、2塁フォースアウト、オッケー、ダブルプレイ、スリーアウト、なんとかね2失点ぐらいでいってくれれば。
しのきたい。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で鉄郎、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、マシンで捉えた、あっと抜けた、コース甘かったね。鉄郎タイムリー、ファイターズなおもピンチが続きます。さあこの勝負でゲームが来る。ファイターズ内野陣は月2対戦、なんとかするぞ、なんとかするぞ。投球これから4球目、打ちました、あっと取れない、やっべ、マーティン選手、ファイターズイーグルス、バッターは9番、いや藤村君でどうにかするべきでしょう。外角低め見送ってストライク、第3球を投げた、3球目空振り、第4球は三振、よし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 、森くんね、打たれてんだよね、フルカウントじゃん。ツーアウト満塁、ランナー一斉にスタート、いやよかったー、よかった、見事な完投勝利です。危ない、見事勝利を収めました。どうもヒーローたちのインタビューが、いやギリギリだね、ギリギリだ。とりあえずまあ9回3失点よかったんじゃないですか。アキちゃんに会いてえな。おう忘れてたぜ、平成の怪物。はいよ、なんだい、勝ち星を13まで増やす。はいよ、挑戦。はい、まあ順調っちゃ順調に来てるか。ちょっと待ってよ、まあどうせどっかで休めるべ、行くべ。お出かけ、びっくりマークついてる、ブラブラ歩く。はいよ、はい、食事ができる店もたくさん増えました。ああなるほど、会えない会えない、そっか電話でよかったとかなのかな、普通にデートできたのかな。あきちゃんとあれだな、デートしてみたいな、どんな感じになるんだろう。あと1試合取って終わりましょうか。デートしてみますか、いけるかな。お、いけそう。そうだね、遊園地、そうだね、やっぱりジェットコースターじゃないかな、好きそうでしょ。そうかい、ドキドキするかい、来ます。うん、告白しよう、初デートだから。好きです。そう、僕は早くないと思うな、あっちゃん。いいんじゃないか、もうデートじゃなくて付き合ってくれても。そうね、町じゃね、町じゃねえや、海行こう。またね、今んとこ狙うわ、あきちゃんか。マジック早くね。マジックついた、点灯したぞ。どうした、おう、おめでとう。はいよ、行くか行くか、北上お前の店。おーすげえかっこいい、パワーパワーって書いてある、北上の店。あったよ、来たぞ、焼肉屋、素晴らしいじゃないか。いろいろ上がるね。
よし、いい肉食ったから。てかマジック点灯するの早いですね。ちょっと待って、オールスター前だよ早いね。マジック点灯の最速記録ってどのぐらいなんだろう。あ、はい、あ、どうもどうも。負けないぜ。さあ頑張りましょう。コメントで彼女は誰にしますってのが来てたんですけども、んー、やっぱり今はアキちゃんになるかな。あとね、今作も奥井の妹っているんだよね。それも気になってんだよね。スキップしてまでそこをやるか。毎年この流れでやってっても何の意味もないから。ちょっと考えるよね。そういえばプロスペースの、あーっと、金子選手いいですよ。ワンアウトランナー一塁という場面で浅村、現在の打率は2割6分7厘。第3球を投げました。流し打ち、どうだ、これはヒットになる。うまい、ネバッチ。一塁ランナー二塁。最近盗塁の仕方覚えてね、プロスペースで盗塁しまくれる、すごくいい。4番秋山、ネクストバッターサークルに控えているのはメヒア。第6球を投げました。見逃し。右のバッターボックスは5番メヒア、現在の打率は2割4分3厘。すっげえ怖え。サードランナーちらってみた。ツーアウトランナー二塁三塁。打った、強い当たり、入れば先制だ。打球は入った、入った、ホームラン。第16号先制。ナイスホームラン。ヒーローはマスター。いやー、よくないですね。目標立てよう。やってる俺のモチベーションも持たない。まあ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 、踏ん張ろう、頑張ろう。コメントいくつか読んでいきたいと思います。ママさんお疲れ様です。お疲れ様です。先日モーニング娘。おう、モームスライブを見に初めて真冬の北海道に行ってきました。自分は関西に住んでいるので初めてあんなに積もってる雪を見て興奮しました。というか、あんなに寒いところに住んでる北海道の人すごいなと思ったのですが、やっぱり北海道の人って寒さに強いんですか。寒さに強いというか慣れてるというかって感じじゃないですかね。てか関西の方からわざわざモームスのライブを見に来たんですね。ファンの方なのかな、モームスの。俺はカゴちゃんが好きでしたよ。オープニングの後ろの奥井の上の外野席に女性が座ってますけど、それ中尾ちゃんじゃないかなってコメントあって、本当気になるな。マノッチって彼女いたの、いるのよ。マノッチさんの喋り方が大泉洋さんに聞こえてしょうがない。意識してたりしますか。これもね、よく言われるというか、たまに言われる。あまり意識はしてないです。三球三振を検証してと依頼したものです。検証ありがとうございました。結果見て一言、なんかすいませんでした。いやいや、逆にありがとうございます。助かったよ。僕は気温3度も経験したことがありません。3度プラス3度ってことか。俺の部屋朝方行くよ、3度くらい余裕で行くよ。まのちさん、マイライフで監督からのミッションでパーフェクトをしろとか無理ゲーが過ぎて困ります。困るよね。俺はさほど無理なことをあまり要求はされて、ノーヒットノーランとかあったか。
ノーヒットノーランのミッションはあったな、それは無理だろうと思ったけど、前々回、エゴシに打たれた時笑いが止まらなかった。あれはね、本当エゴシ君よくやってくれたなと、何よりも空気を読んでくれたかなと思ったね。あれはなんか良かったな。前々回は動画らしい動画というか、うん、やってても俺が好きな感じな回だったかな。目標が欲しいですね。ただ淡々とやっていくのはしんどすぎるから、何か欲しいな。何か目標がないとチューブラリンのままやり続けるのは厳しい。やる意味すらなくなってくるからね。何かね、考えないとですね。何か考えないとですね、本当にね、モチベーションが持たない、上がらない。よし、終わりますか。こういう時もあるさ、プロ生活。はい、ということで、終わりましょう。マジック点灯しましたね、早々にね。はい、明日も頑張ります。頑張りましょう。終わります。バイバイ。